どうも、DIG です。ですね、前回っていうか、まあ、ちょっとこの前ですね、試しにですね、ズームでですね、まあ、ちょっと DJ 配信でもやってみますかっていうので、やってみたんですけど、まあ、その時はですね、まあ、つなぐ DJ っていう形で、やっててですね、まあ、その後、ちょっとランディさんとかと、話してて、なんかもうちょっと他の、なんかやり方あったらいいよねみたいな、ところで、そのまあ機材の説明であったりとか、あと曲の説明とか、なんかそういうのもろもろやりながらとかっていうのもあったり、してですね、でちょっと思い立ったんですけど、まあその前回のそのズームの、続きとして、続きのその、まあ、いわゆる DJ って何やってるのっていうのと、まあ、アナログでやる場合ってどういうことがあるのっていうようなですね、話を、まあ、ちょっと簡単に、しといてもいいかなと思って、今回撮ろうかなと思ってます。で、一応ね、ちょっと、これ、この、ここの机、いつもこの、このキーボードとか見てもらっても分かると思うんですけど、今ちょっとそっちに乗っけて、いつもこれ DTM やってる机なんですよね。だキーボードも、ここに置いてあったりとか、ちょっとまあ DTM できる状態じゃない、形になっちゃって、まあ10年ぶりぐらいかな。に、ターンテーブルちょっとセットしたという事情もありですね。今日、とりあえずちょっとセットしてみようって、ここの配線とかもぐちゃぐちゃなんですけどね。で、それを、ちょっと一回片付けたいなと。やっぱりちょっと DTM やりたいんで、片付けようかなと思ったんですけど、まあちょっとただ片付けるのも、なと思って、で、あ、そっかと。ちょっと一応、とりあえず、それ説明だけしとこうかなと思って、それ説明して、一旦片付けようかなと、思い立った次第です。はい。なので、まあもうね、当然、そのアナログ DJ やったこともある方とかも、いらっしゃると思うので、まあもうそういう方は、ご存知だと思うんですけど、とりあえず、まず何やってるのかとかっていうのを、ちょっとざーっと説明していきましょうかね。で、まず基本これターンテーブルですよね。で、ミキサーでターンテーブルっていう構成が、まあ一般的で、これのね、なんで 2台いる必要かっていうと、まあ、とりあえずちょっと一旦、まずこっちの、この、左の曲です。こっち、ちょっと大きいかな。これを、まあ、こうなってますよね。で、だいたいこれ2チャンネルの、今このミキサーが4チャンネルのミキサーなんですけど、1、2、3、4ですよね。だ 4台つなげるんですよ。このミキサーでは。で、一番シンプルなのが2チャンネル、うん、2チャンネルってやつですね。だからもうこれとこれしかない。ないみたいな。これとこれか。で、今回これ4チャンネルなんで、その、どれを、このね、よくあるこれクロスフェーダー。なんかこう、ヒップホップの人とか、こうやってやったりして、こう、ミックスしたりするんですけど、テクノとかあんまり、まあ、クロスフェーダー、まあ、使う人もいるのかな？僕はどっちかというと、この縦フェーダーで調整したい派なんですよね。だから、クロスフェーダーで曲切り替えたりする人もいれば、この縦フェーダーで、要は、普通のミキサーですよね。タクと同じ使い方する人もいるっていう。ね。で、これ4チャンネルなんで、4チャンネル。で、まあ、あれか。まずさっきこっち行こうかな。で、今こっち、この曲が、こっちが今フロアにかかってる曲なんですよね。で、今この曲をかけてる間にこっちをつなぐ準備をするんですよ。で、今、こっちを、で、こっちの曲を、DJ はヘッドホンで聴いてるんですね。次に曲かける曲を。で、それを、今回このミキサーだと、この Q っていうのがあるんですけど、この Q ボタン、これちょっと見えないな。あれか。
ちょっと待ってくださいね。これでやってみ、これで見えるかな。あ、いけそう、いけそう。これちょっと、あれ出てこないな。これ全画面にしたなんか。これね。はい、ミキサー。ちょっと若干と、まずこれね。ミキサー。大体これここが原因、この曲。この曲のこっちのターンテーブルの、こっちのターンテーブルのインプット音量ですね、これはね。これで、まあ、音量調整するって感じですね。で、まあ、よく、これパン。これあんまり使わないですけど、パン。右振ったり左振ったりできると。で、ハイ、ミッド、ロー。これで、まあ、それぞれの帯域を、の音質調整ですね、あくまでね。とか、まあ、あと繋ぐときにバスドラだけ抜いてみて、低音だけ抜いてみて、次の、曲の低音を差し込むとかっていうパターンもよくやりますよね。で、これが9。これを押すと、この音が、ここがヘッドホンに入ってくるんですね。だから、今こっちの、もう一個のターンテーブル側の9を点灯させて、ヘッドホンで、次の曲を聴いてるっていうパターンですよね。で、キューしながら、要は BPM と、あと音量と、まあ音質まではなかなかね、合わせられないんですけど、調節して、つないでいくと。で、その時に、その、つなぐ BPM を変えるのは、これですね、これ。これ真ん中が、この光ってるとこが0。0%、これパーセントですね、ピッチで。これが例えば2にすると 2% 速くなった、 4%、 6%、 8%、 これがマイナス 8% なので、まあこれでこの調節の範囲で、曲をつないでいくって形ですね。 BPM 合わせてつなぐ パターンの、DJ の場合はね。なのでこの前のそのランディさんとの話にもあったんですけど、キーが変わるんですよね。これほら速くなると音程が上がってるじゃないですか。で、遅くなると音程下がってるじゃないですか。これってアナログレコード特有なんですよこれでもうキー変わっちゃってんですよね。だからその今の DJ のちょっと待ってね、これちょっと、今の DJ の、主流ってキーまで合わすんですね。キーまでそのいい感じの、例えばその、5度圏であったりとか、いい感じのキーの曲につないでいくと、それが本当まるで一曲壮大な、こうなんていうんですかね、よくあれ昔ありましたよね、ニコニコとかで、メドレーみたいになってるやつ、なんだっけ、名前ど忘れしちゃった。メドレー形式みたいに、いろんなアニソンとかゲームの音楽をこうずっとつないでる曲、ど忘れしちゃったな。それも、要はキーを合わせてるんですよね。だからなんかすごく1曲、もう1時間ぐらいの曲なんだけど1曲に聞こえるみたいな、だからそういう DJ が最近は、PC でやるパターンと、まあこういう機材使ってやるパターンもあるんですけど、これその曲で、それを、あたかも自然につないでいくっていう。だからこのね、アナログ DJ だとちょっとキーまではなかなかね合わせられないし、多分絶対音感ある人はもしかしたら うまく合わせられるかもしれないですけどね。なのでちょっとまあつなぎ方としてはそういうつなぎ方になる。で、
あとあれか、アナログの探偵なんですけど、ここが探偵ぐるまあったり、でこれが33とか45、これ要は 33RPM ですね。レボリューションパーミニッツ、回転1分間の回転数で、これ45にするとこれ1分間に45回回るんですよ、レコードが。だから速くなる。で、だいたい曲によってその33なのか45なのかっていうのが、まあ、決まってる、だいたい決まってるんですよね。だけどこのあえて、ヒップホップを45でかけたりとか、あとハウスを45RPM のハウスを、33回転でかけると遅くなるんですよね、でそれであえてヒップホップみたいにするとか、ファンクっぽくするとかっていうのは、まあ、あの曲によってはできたりするし、やったりする DJ の人もいるかなっていうことですね。だからなんかあの服屋さんでもありましたね、確かね、 45RPM とかっていう、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、シンプル系の服屋さんとかも 45RPM、 あ、これあレコードだなって、大体なんかね、この、33RPM とかってね、結構ね、あのお店の名前とかあったりしますね。なのでこうアナログ DJ やったことあったり、してる人たちはあーって思うっていうような、でね、なんか昔僕あれですね、レコードだから、結構ね、通販オンラインで買うことも多かったんですけど、それはね、なんか福岡に33っていうレコード屋さんだったかなが、あって、そこでは、まあ、よく買ったんですけど、それも同じですよね、33っていうのは、この33、多分ここから来てるんだろうなっていうね、レコード屋さんだからっていうね、まあなんかそんなそんなのもありつつ、あ、でね、あ、違う、もう一回で、これがね、面白いのが、これこうするとテープストップっぽいじゃないですか。だけどこのね、最後 DJ 終わるときとか、これを電源オフするんですよ。そうするとゆっくり、トゥ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 みたいな感じで終わるっていうねのとかをこうやる人とかはいましたよね。はい、そんな感じですね。です、あれかな、で一応こちらこれちょっと上げとこうか、まああんまりちょっと音量低めで、で今こっちの曲がかかってるじゃないですか。で今度 こっちに切り替えるんですけど、例えばこう、これ今ちょっとごめんなさいね、あの合わしてない、BPM 合わしてないんですけど、まあ、BPM 合ってるとして、例えばこれ、あ、じゃああれか、クロスフェーダーでいってみましょうかね。これじわ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 こっちのやつに、ほら入ってきたでしょ。これね、クロスフェーダーっていうのはこのじわじわ半分でちょっと真ん中両方の音が鳴るっていう。でこのよくやるのがよくやるのがこのレーベルシールの部分をこうちょっと押して、曲を速くして BPM を調整する。あとここの横を指で押さえる。そうするとちょっと遅くなるじゃないですか。でこういうのをやりながら、隣のこっちの曲と合わせていくっていうのを今ちょっとできるかな。
例えば、これバスドラってないですよね。だからこっちをこうちょっとこすって、あ、なんとなくバスドラ合ってるなって、こするってことはこっちの方が速いんですよね。だからちょっとこうスピードを遅くしていくっていう。いや、遅すぎたかって言ったら、ここを押してちょっと、もう分かります？このバスドラが重なるところ、ひたすらここを探していくんですよ。これ今ある程度バスドラ合ってますよね。これずれたよね。バスドラが合うところ見つける。こっちがちょっと遅いのかな。ちょっとね、これ今ね、本来はスピーカーから出てる音を片耳で聞きながら、片耳のヘッドホンで次の曲聞くっていう。だからよくあの DJ の首かしげてる形あるじゃないですか。あれ片耳でヘッドホンを押さえて、片耳でヘッドホン聞いて、もう残った方でフロアの音を聞いてるっていう。それでこうバスドラを合わせていくんですね。このシールを押す人もいれば、このつまみ、この真ん中をこうひねる人もいれば、いろいろなんですね。やっぱこう、まあ、なんとなく合ってるのかな。ちょっとこっちがやっぱ遅いっていうのをこう地道に続けていくんですね。で、あとこの音量、こっちとこっちの音量の差はどうだと、曲によってね、やっぱ音量は違うんで、それはここの、トリムで合わせていく。こっちの方がちょっとちっちゃいなと思ったら、まあちょっといい感じにミックスされてる。で、こっちの曲のバスドラを消して、こっちだけの左だけのバスドラにして、ちょっとこう曲をまた別新しい曲っぽくするみたいなね。ひたすらこれをつなげていくって感じですよね。でね、この高音と中域、低域、これはまあね、その曲によって合わしきれる場合と合わしきれない場合なんですよね。やっぱりどうしてもね、音質っていうのはなかなか合わせづらいかなと。だから本当はこの小節、これ今小節合わせてないですけど、本当はこう頭出しして、こう小節を合わせてあげるんですよね。そうするともっと、今これ左のこっちを頭出しね、ドク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 ドン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 、ズキ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 っていう、まあスクラッチやる人もいるんですけど、だいたい頭出しってあえてこう、これで小節もあった、ビートもあったっていう感じで、これで調整していって、いい感じ、本当はいい感じのところでこう入れていくんですけどね、こうやってこんな感じで。
で、左の曲にを入れて、まあ音量をじわじわ下げながら左を残すみたいなね。そうすると左のレコードに変わっていく。で今度また同じパターンですね。こっちにじわじわこう右のレコードを入れていってもいいし、いきなり入れてもいいし、こうやってやってこう、順番に右から左、左から右、右から左、左から右っていうレコードに移り変わっていくっていうパターンですね。っていう風に繋いでる、のがまあ一般的な DJ のスタイルかなと。ね、まああとそのヒップホップの DJ ってちょっとまた特殊で、レコードの一部分をもう延々とこう擦りまくってっていうね。でそれは同じなんですね。こう同じレコード、これと同じ右と左を同じレコードをセットして、このレコードのこのわずかこの部分だけをこっちこっちで再生で、例えば、5秒から10秒の間だけを、左の5秒から10秒を再生したら、今度右の、レコードの5秒から10秒を再生して、その間にこっちを巻き戻してまた5秒のところにセットしといて、で左の また5秒、右の5秒から10秒、左の5秒から10秒、右の5秒10秒っていうのをこう延々と繰り返していくんですよね。それでこう8小節とか16小節同じビートをができるっていう、だね、ちょっとヒップホップはまた、特殊でもあるんですよね。そうだから、でテクノとかハウスっていうのは大体まあ最近どうなんですかね、結構なんか早い1分曲のそれぞれ1分ごとぐらいで変わっていくようなミックスする人とかもいるんですけど、そのこのアナログってやっぱりその BPM を合わせたり音量を合わせたりっていう作業と、あとそのレコードもそうなんですけど、探すのも結構時間かかるんですよね。なんで結構余裕がないんですよ。だからその1分ごとに繋いでいくっていうのは相当自分の勝手知ったるレコードを、繋いでいくっていうパターンだったらいいんですけど、正直ね、レコードってパッと見て、あ、これあの曲だって分かるのもまあ確かにあるんですけど、あれこれって どういう何の曲が入ってたっけとか、どんな曲だっけっていうのをセットして聞いたりして、繋いでいったりするんで、結構ね時間的な余裕ってそんなないんですよね、だからまあ僕の場合はある程度曲っていうのを、まあ、ハウスもすごい好きで、ハウスのレコードも今結構いっぱいあるんですけど、やっぱり1曲まるまるほぼ聴かせたいというか、ね、やっぱり曲作った時ってそういう気持ちだろうなって思ってたんですよね、だからある程度僕の場合は、曲はまるまるほぼまるまる1曲かけたい派ですね。だからその辺はね、もうスタイルですよね。DJ のスタイル。で、ちょっとその話になったから、ついでに、説明しとこうかなって思うのが、まあその話になったからってわけではないか。一応ね、このミキサーなんですけど、これ04って書いてある、これコルグなんですね、コルグが DJ ミキサー昔出してた、多分今出してないと思うんですけど、昔出してたんですよね。でこれがね、ミディで、まあオーディオインターフェース、ファイヤーワイヤーって昔 Mac で、あったんですけど、そういう企画、 USB みたいな企画なんですけど、それで Mac とつなげると、で、ミディの当然やり取りもできるんですね。でそれがね、これかな、このモードで切り替えできるんですよ。これ今緑に光ってるのはこのあっしこのフェーダーは、このチャンネルか、このチャンネル2チャンネルは
この2番目のチャンネルねは、今ねミディモードになってるんですよ。これね、今ファイヤーはこの懐かしいですね、このファイヤーワイヤーのマークで、これでまあパソコンとやり取りができますよという、その、売り込みで、まあ、ちょうどね、だからこれちょっとさっき調べたら2007年とか2008年ぐらいに発売されたやつっぽいですね。でその当時に買ったのか、多分ねだからね2008年ぐらいだと思うんですよ買ったのが。でその時に MacBook の黒い MacBook っていうのが初めて確か出たんですよね。うん、でそれも買って、でその頃ですねちょうど DJ もまあちょっとあれなんですけど、やっぱ自分の曲が作りたいよなって、自分のレコードが出したいなっていうのがちょうどその頃2007年とか8年ぐらいから本格的に思い始めて、で確かに MacBook 先に買ったのかな。でそのMIDIで接続できて、しかもねこのつまみがこれ、DAW のつまみに、今あるじゃないですか、普通にMIDIキーボードについてるつまみを DAW の機能に、割り当てるとかね、それもできるんですよ一応こんなでっかいねやつ使えないんで今はね、だから使ってないんですけど、まあ要はそういう触れ込みで、発売もされたっていうことで、よしこれしかないなと思って、買ったんですよね。でそれがだから2008年で、確かその頃ね、そう、その前に MPC を友達から買ったのかな、2005年とか2004年2005年とか多分それぐらいで MPC 買ったりとか、あとなんかローランドのデスクトップの何だったっけな、 SH なんとかっていうね、新しく出た、その当時ね新しく出たシンセとか買ったり、してたんですけど、結局 MPC でも曲が作れなくて、僕のね最初に YouTube にアップした、自作曲にもあるんですけど、 MPC 買っても曲できなくて、でその後いやこれからパソコンの時代だというのをサンレコとかで見て、もしじゃあパソコンの時代だなっていうので、パソコン iMac の MacBook の、黒がその当時かなりの高スペックだったんですよね。でまあまあ20数万だったかな、で手の届く範囲だったっていうのもあって、20数万か30弱したのかもしれないですけどね。でそれを買って Ableton ライブも買ったのかな、確か 7だったかな、7とか多分それぐらい、7今10でしょ多分、だから9、8、7、6か7ぐらいの頃かな、もう買っていろいろやってたんですよね。だから2008年頃だと思うんですよ、おそらくこの、でそのミキサーがこれも2007年でしょ、でその黒の MacBook も2008年なので、多分それぐらいからですよね。でそれで僕があの曲を、作ったのっていうのはだったのかな、ちょっと僕のチャンネル見てみますけどね、I can not make a song っていう曲が作れないよっていう、サンレコ買って、後々にサンレコ買ってもっていう曲に変えたんですけど、それの前身の I can notメイクアソング、これが、それがね2018年ですね、もう2018年の9月とかにアップしてるんで、だからかれこれ10年、すごいな、かれこれその MacBook の黒とこのこういうミキサーとかいろいろ買ったりなんだりして
やってた頃からもう10年経ってるんですね。その初めて僕が曲作って、自分の力だけで曲を作ったっていう、時ね、10年越しの、やっぱ10年ぐらいかかってたんですね、10年越しの、曲だから、これもそうですね、このコミュニティで、このコミュニティでまあいろいろ話ししながら、もうとにかく曲を作ってとかっつって、であとあれかな、あの YouTube、 ランディさんとかもね YouTube とかって言ってたね、じゃあ俺もやってみようとかっつって言ってやってたのがさ、それぐらいですもんね、2018年の、多分7月とか8月だったんですかね、そのコミュニティ始まったのが。それでおそらく入って、なんかその辺の話とかいろいろ聞いたり、なんかもろもろやりながら曲作ってみたっていう感じですかね。でそれからリミックスコンテストとかも参加するようになって、今に至るという感じなんで、まあ多分曲作れ、パッとね作れる人ってすごくいると思うんですけどね。まあ僕みたいに10年いろいろ機材買ったり、パソコン買ったりお金使ってなんやかんやしてでも曲作れない人っていうのも、まあ、多分結構いると思うんですよね。まあそれでも諦めずに、まあコツコツなちょこちょこ機材買ったりなんかしながら苦しんで、やってたからまあ今があるのかなとは思うんですけどね。だからまあ曲、音楽、自分の曲を作るの10年はかかることもあるよっていうなんかね、あれですね、まあそういう、一例もあるということで、ね、僕もまだこれから、どんどんね日々曲作りっていうのも上手くなってるなとは、思うんですよね。多少は上達していってるよなと思うんで、まあそれをまたあと次の10年曲が作れるようになってから10年だから2028年の夏頃にはどれぐらいの、曲が作れるようになってるのかというのもまた一つ楽しみですよね2028年かね、本当今年いっぱいどうなるかっていうのもわからないような、時代ですけどね。それでもまああと10年あ違う、2028、あそうかそうか、2018年に作れるようになったんだから2028年どうなってるかっていうのもまた楽しみですよね。はい、というわけでいいですかね、大体このなんでまあ本当ね、こういうコミュニティがあることでまたこうやってね楽しく曲作れるようになった人間もいるといいので、本当感謝ですね、ありがとうございますというところで、いいかなはい、というわけでちょっと簡単に DJ のやり方とあとちょっと身の上話プラスアルファの身の上話でした。はい、じゃあこれあれこれはね2000年頃だから、僕やっぱレコード買い始めたのがだいたいやっぱ1999年とかミレニアムって言われてる頃ですよね。2000年とか、その頃からレコード買い始めて、でまあ多分2005年とか多分その2007年とかその MacBook 買うぐらいまではちょこちょこやっぱ継続的にレコードは買ってたと思うんですけどね。まあ最近は本当年に
数枚買うか買わないかぐらいですけど、その頃2000年、ちょうどこれ2000年に、流行った曲ですね。ナイトオブザジャガー、ナイトオブザジャガーだったかな、ジャガージャガーって言ってたからあれですけど、 DJ ローランドのね、これめっちゃ流行ったんですよ。これデトロイトテクノアンダーグラウンドレジスタンスね。なんかそれがこうポッと出てきて、あ、気持ちいい、やっぱ気持ちいいよなーって思うんですよね。なんでこれを一応これ、聞きながら終わりにしましょうね。はい、というわけで、DIG でした。あのズームのみの、続きということで撮ってみました。はい、それでは。